演舞開演。どうも、本日はこちらの焼きシシャモを食べたいと思います。シシャモは中の卵がプチプチして美味しいイメージがあるんですが、これは卵という開きで美味しくしているのでしょうか。どんな感じなのかな。先日のアジみたいな干物同様、もう中身はないぐらい食べたいので、やっぱり身で勝負ということなんでしょうか。ではいただきます。小さいアジも美味しいですね。あなたの一杯はいい一杯ですよ、私と違って。と思ったら、中の卵のあのザラッとした食感も若干ありましたね。でもやっぱりシャキシャキッとした歯ごたえと、身が引き締まっているところに剥がっている甘辛い醤油ダレがとっても美味しかったです。本当におつまみにぴったりですね。自分は先日のアジと並んで好きです。なのでこちらの点数とさせていただきました。それで元旦を私過ごすなり目標で、まあ元旦から達成できない目標だったら絶対達成できるわけありませんからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。